GTO 失敗してもいいから。アキラ扮する鬼塚英吉の激励を受けて、トロコこと野村智子は翼をくださいをアカペラで熱唱。頑張ってましたね、うん、でもね、アイドルにならそうとしてるわけでしょ、学校の先生が、うん、それはね、いやいいですよ、うん、別にそのアイドルがダメとか、うん、僕らも芸人がダメとか、うん、そういうことじゃなくね、うん、ただね、学校の先生がね、それを勧めてね、食えりゃいいですよ。芸能界特にそうですけど、うん、売れりゃ食えますよ、うん、ベンツも乗れますよ、うん、それは一握りじゃないですか。で、売れずに食えずに困ってる人もいっぱいおるわけじゃないですか、うんうんうん、そうなった時にね、うん、それを先生が一生懸命プッシュしてね、うん、夢はそら追うことは大事かもしれないですけど、うん、ケツどう拭いてくれんやろかと、うん、その辺はね、見てて思ってたんですよね。まあね、うん、ただ言えることは、うん、あまりにも夢すら持たないというか、持てないものが多すぎる。最近はあの小学校でもそうらしいですもんね、うん、あの将来の夢っていう時にね、うん、昔僕らの時やったらプロ野球選手とか、うんうん、そういうのがもう1位2位やったじゃないですか、うんうん、男で言うとね。最近はそうじゃなく、なんか銀行員であったりとか、学校の先生であったりとかっていう風になってきてるらしいんでね、うん、まあ、それもどうかなとは思いますけど、うん、ね、はい、まあ現実を早くから知らしめるっていうのも、うん、それは一理あるかもしれないと言いながら、うん、夢を追いかけて失敗して諦めてからでも遅くはないんじゃないかとかね。いや、もうそれはね、もう夢はダメです。追いかけ、もう僕らみたいに40なろうが50なろうが60なろうが追いかけ続けてる人おるんですから、うんうん、食う金困ってますからみんな。そうなった時のことも先生は考えてあげんとね。うん、はい、ただみんなしっかり生きてる。いや、しっかりかどうか知らないですよそれは知らない。なんとか生きてますけどね。はい、ねえ、うん、でまあそうやって頑張った野村智子を演じているのが宮崎カレン、はい、1993年生まれの18歳、うん、2006年全日本国民的美少女コンテスト第11回大会にて演技部門賞受賞ということで、うん、彼女宮崎カレン自身はオーディションを経て芸能界デビューを果たした、いわゆる成功者と。あのドラマの時みたいなオーディションを受けたわけですね。そう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 。ただでもあんなドジはしてへんでしょうけどね。実は2006年のその美少女コンテストは黄金世代とも言われていて、はい、審査員特別賞の忽那詩織、うん、モデル部門賞の武井絵美、うん、まあこれら同期は本当に今大活躍、はい、でそんな中で宮崎カレン自身は焦りありましたよと告白、うん、なんだか取り残されてしまったようで、うん、でも私にしか経験できないことをしたかった、うん、ということで、うん、ふるさと長崎島原高校時代は学校行事の実行委員を務めたと、うん、で学業に専念することを決めたのは、うん、実は吉永小百合さんと共演した映画幻の山大国への出演がきっかけだったと、うん、でまあこの映画、うん、1960年代後半邪馬台国ブームを起こした原作者で全盲の歴史作家宮崎康平さんとその妻和子さんの夫婦愛を描いた物語で、竹中直人と吉永小百合が夫婦役、そして宮崎カレンは和子さんの少女時代を演じた、うん、で一方さだまさしの関白宣言のモデルになったとも言われる宮崎康平夫妻というのはなんと宮崎カレンの実の祖父母、はい、つまり宮崎康平さんの孫娘が宮崎カレン、ほう、うん、でまあこの映画に関しては中2から中3にかけての撮影、さゆりさんから若いうちは勉強しておいた方がいいよと、女優さんとしてだけじゃなく一人の女性としても尊敬できる方だから高校を卒業した時に何の後悔もなかった、はい、というのもまあデビューに際しては東京に出て行って高校に通いながらと言いながらほとんど仕事に時間を費やす、うん、まあそれが当たり前なんだけど、吉永小百合さん自身小学校6年でデビューして学業と女優業を両立させた、うん、まあそんな大先輩の言葉だっただけに地元の高校での生活を選んだと、はい、でなんと吉永小百合と同じ早稲田大学に進学、うん、社会科学部に在籍、うん、学生生活と演技を両立させたい、この髪も役作りのためならいつだってショートにできる、面白い役や個性の強い役何でもやりたい、夢は映画賞を取ること、今回の役どころに関してはキャラクターのある役がやりたかったので嬉しかった、優しくて思いやりのある女の子、そのあたりをうまく演じられたら。ねえ、さすがにその演技部門賞で入賞しただけあって、うん、しっかりした演技してありましたね。ねえ、うん、うん。ただまあ押村くんは、うん、翼をください、うん、リバーブをかけたりなんかもしてね、うん、うまく聞こえてはいたんだけど、うん、アカペラで歌い上げるんだったら、うん、もっともっと上手かったらね、
確かにうまかったはうまかったんですけどね、うん、近頃ね、うん、カラオケというものがあるんで、うん、普通の女子高生でもかなりうまいのも多いし、そこそこ歌いよるんですよね、普通でもね、はい、だから例えば、うん、よくを言えばね、さくらまやちゃんのようなね、あんな歌声をあそこで聞かせてくれれば、まあね、びっくりするんでしょうけどね。ただどっちにせよ、あれを演じ切った宮崎カレン自身はね、うん、これからどんな役にでも体当たりできそうな気もして、そうですね、うん、かなり自信にはなったと思うし、楽しみですね。同期のね、忽那汐里や武井絵美とは違って、いわゆる演技派路線でね、はい、これからも頑張ってほしいと、うん、ね、うん、ということで、はい、とにかく生徒役にも注目の俳優が目白押し、これから先の展開がますます気になる GTO、はい、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。